要なんですけど、もちろんそれほどね、緩い。で、昔これ、今不動堂っていう、まあ、国宝なんですけど、昔はこれ住居じゃなかったハウスですね、家、うん、家じゃなかったかっていうふうに言われてて、で、さっきあの火事でよく燃えるんです。これで燃えてない。で、もともとここになかったんです。で、これ山の向こう側に、今日は電車で来られました。そう。で、はい、電車降りて、あ、ケーブルカーで登ってきて、はい、バス乗って、はい、女人堂っていうところを覚えてます。はい。ずっと坂下って、あそこが昔の高野山の入り口だったんです。で、そこに、この建物があったみたいな。で昔は今電車でこう大阪から2時間で、まあ、ケーブルカー登ってでここ大体標高が 800m か 850m ぐらいあるんですけど昔はみんな日本中歩いてきてさらに2時間3時間ぐらい山登ってやっと着くような場所だったんでうんあの疲れちゃった人が、はい、例えばさバッと怪我を負ったりとかでそういう人たちをそういう、まあ、高野山の入り口にあって収容する、まあ、診療所みたいな役割を果たすんです。だから、それ以外に全然こう違うんですよ。ここにまず横に入り口があったりとか、縁側っていうか、テラスみたいなのが大きいでしょ。はい、なんで、後々ここにお仏さんを入れるようになって、あの不動堂っていうのが。